アヒチノクウセデュウス。今なんて言ったか分かんなかったでしょ。これを逆再生すると驚きの結果になるんですよ。逆再生どうぞ。ウホンイシティハウスユーデス。今回はシャーマンキングの情報が来たんで見ていこうかなと思います。でまず朝倉陽、この子がね今回1番と言っていいぐらい当たりかもしれない。何が強いかっていうと、この朝倉陽の武器がめっちゃ強いんだよね。でまず武器の前の進化前から見ていきます。リーダースキルが貴族性攻撃回復3倍、ドロップ2秒延長、スキル使用時攻撃5倍。この子は多分使わないかな。この子は多分強いっていうより使いやすさ重視してると思う。今回みんなね超覚醒つくんで強で、この子指延長プラスもつくんだよね。なんで使いやすいをメインにしてるんだと思う。なんで始めたばっかっていう人とかはいいかもしれないけど、まあ、私とかは使わないかな。で進化後、リーダースキルが気を6個以上消すと4倍、キーガイを5個以上消すと半減攻撃4倍。いや普通にリーダーとしてめっちゃ強いと思う。めっちゃ強いと思うんだけど、やっぱ使いづらいよね。なんで使われてくかってやれたら正直フレンドとかも減って使われはそんなしないと思うけど、まあ強いは強いと思う。スキルもね一旦の間にコンボ加算、闇火置きドロップ、水ドロップを回復。スキルがねめっちゃ優秀なんだよ。なんでリーダーとして使わなくても、まあサブでワンチャンかな。ただどっちも7コンボ強化持ってないんだよね。そこでサブの採用あるかなっていうのは正直あるかなっていうのは微妙なところなんだけど、まあサブでワンチャンかな。でリーダーとしては多分あんまり使われることない気がする。でやっぱこの武器がめっちゃ強い。まず耐性持ってんのがすごい激アツなんだよ。暗闇王邪魔毒で、スキルも激アツ。3ターンの間にコンボ加算される。でこれゼラにつけるとやばいなっていう意見がすごいあるんだけど、いや本当にやばいと思う。ゼラが二色陣プラスコンボ加算で、このなんだっけ、超追撃持ってんの、超追撃プラスこの耐性、ゼラとの相性が良すぎんだよ。まあ、仮にゼラとかじゃなくてもこの耐性3つはでかいと思うし、普通にこの3ターンの間にコンボ加算っていうのもでかいよね。まあ、ゼラいたらすごいし、ゼラ持ってなくてもすげえこれは強いと思う。で次アンナ、3ターンの間回復2倍、バインド状態、覚醒状態、全回復。いやスキルがめっちゃ強いね。リーダースキルが人貴族性 HP 1.5倍、攻撃5倍、非機動時攻撃攻撃回復 2.5倍。うん、多分これもリーダーとして使うことはない気がする。サブかな、サブなんだけど、ちょ覚醒がねあれなんですよ。なんだけど進化後が割と強い。進化後スキルが変わんなくて、リーダースキルが4色以上同時軽減 4.5倍、ドロップを5個下し軽減攻撃4倍。うん、でさっきよりね覚醒が優秀なんだよ。なんでサブですごい可能性もあると思うし、リーダーダブル軽減なんだよね。ダブル軽減の片方18倍。なんでこれもさっきの朝倉陽と一緒でめっちゃ強いと思う。ただやっぱ使いづらいよね、さっきの朝倉陽と一緒で。だから流行るかって言われると正直微妙だね。無効貫通も若干 L 字しながらって難しいしね。 L 字追撃みたいな、ミラボレアスとかもめっちゃ強かったじゃないですか。なんだけど流行ってんのかな、なんかあんま見ない気がする。まあ強いはめっちゃ強いんだけどね。でこの子も武器が超強いんだよ。武器がドロップのロックを解除、 HP バインド覚醒状態を全回復なんだよ。で耐性持ってんのもでかいね、このシール耐性っていうの。なんで今回さっきの朝倉陽とこのアンナ、これが多分一番の当たりになってくんじゃないかなと思う。この2体が武器がどっちもすごい優秀。武器ってあんまり廃れることない気がするんだよね。なんでこれは長く使われるんじゃないかな。で次この子で、私シャーマンキング全然わかんなくて、前この子のことタオレンって呼んだんだよ。そしたらイントネーション違いますよって言われたんだよね。なんでごめんなさい。でこの子はリーダースキル闇属性攻撃回復 2.5倍、ドロップ2秒延長、闇を5個以上消すと軽減攻撃6倍。多分これも朝倉陽と一緒で多分使いやすいをメインにしてるんだと思う。だからそんな強さ的にはまあ全然弱くはないと思うんだけど、まあ使いやすいよみたいな。で進化後、光と闇を同時に4個以上攻撃5倍、1コンボ加算、5コンボ以上軽減攻撃3倍。いやこれどうなんだろうね、これは本当に使ってみないと分かんないと思う。この1コンボ加算系、やっぱり普通のなんか闘技場とか裏闘技場行くってより、まあ周回なのかな。ただ周回でもそんな使わない気がするんだよね。なんでいまいちこの子のリーダーとしての使い道はない気がする。ただサブとしての性能、この一旦ってね結構数少ない一旦のスキルなんで、
まあ可能性あるかなっていう感じ。ただこれに噛み合うリーダーがまだいないんだよね、スキル使用時で。なんか闇属性のいいモンスターが、なんで今現状は使い道そんなない気がする。なんだけどなんか闇属性のすげえぶっ壊れみたいな、めっちゃ強いキャラがスキル使用時みたいなこと思ってたら今後あるかなっていう感じ。なんで今後サブで期待かな。多分リーダーとしてはそんなに使わない気がする。でこの子の武器は、まあ、こんな感じだね。で次ジャンヌ、リーダースキルが HP99 パイカー 3.5 倍ドロップ2秒延長、光水同時攻撃軽減、攻撃4倍。これも多分リーダーとしては使うことはない気がする。ただサブ性能がすごい高いよね。悪魔キラー2つ持ってて、で超覚醒で耐性もつけれるんだよ。でスキルもいいよね。 HP50% 減るがドロップロック解除一旦の間、水光闇回復ドロップのみ落ちてくる。これ前も動画で言ったんだけど、こののみ落ちてくるっていうのがランダムですごい活躍するんだよ。これ4色しか落ちてこないと結構コンボにつながるんだよね。すぐ落ちコンが乗りやすいんだよ。でランダムってそうコンボ加点がすげえでかいんだよ。なんでもしかしたらすげえランダムで活躍するんじゃないかなっていう感じがある。で進化後、光属性 HP2倍、攻撃4倍、 HP80% 以下2倍、 50% 以下4倍、16倍出て2倍。これは強いんじゃないかな。強いと思う。ただこれ使うならユウスケ使うかなっていう感じはある。まあもちろん持ってない人もいると思うんだけど、まあ全然強いと思うけど、別にこの子である必要は正直ない気がする。でウィッこんな感じだね。だってこの子はこのスキルだね、すごいそれが魅力的で。最後の星6ハオだね。スキルが一旦の間ダメージ無効貫通する全ドロップを火水木光闇ドロップに変化。多分今回パッと見一番のあたりがこの子っていう人が割と多いんじゃないかな。やっぱダメージ無効のスキルでない人結構いると思うんだよ。でこれリーダーと進化前どっちも結構強いんだよ。でどっちがいいのか正直わかんない。まず進化前から見ます。火属性全パラ2倍、ドロップ2秒延長、3色以上上昇最大 6.5 倍。いや全パラ2倍で倍率が 6.5×2 で13倍かな。13倍出て全パラ2倍。いや強いよね。ただ結構サブが難しいんじゃないかな。いいなと思ったのが仮面ライダー電王クライマックスフォームとかコラボのキャラ犬夜叉とかも割といいのかな。ただなかなか5色出すモンスターでいいモンスターってそんなにいない気がすんだよ。なんで意外とサブが難しいかもしれない、もしかしたら。で進化後見ます。4色同時攻撃4倍、5色5倍、ドロップ5個以上消すと軽減、攻撃4倍。今回20倍出て軽減だね。いやなんでどっち使うのがいいんだろう。これサブに入れるっていうパターンもあると思うんだけど、前も動画で言ったんだけど裏目の三振とかやると結構3回連続ぐらいダメージ無効の敵出てくるんですよ。なんでリダフレにしてなんか2回ぐらい使いたいなっていう感じがあるんだよね。なんでサブに入れると1回しか使えないじゃないですか。だからそうなるとリーダーとして使いたいんだけど、どっちがいいか分かんないな。ちょ、これは本当に分かんない。なんか違う人のすごいなんか、すげえ解説みたいの見た方がすごいいいと思う。で、武器はこんな感じ。なんでこれだけちょっと、なんか未知数っていう言い方分かんないけど、分かんないね、これ。なんでまとめると、朝倉陽。これは武器がめっちゃ強いね。で、アンナ。これも武器が強いね。まあ、リーダースキルも強いんだけどね、武器がすごい強い。この子あれだね、スキル前一旦がでかい。なんで今後闇属性の強リーダー、とかが出たらすごい活躍するんじゃないかな。まあマイネでいけるっていう時もあるけど、まあこの子の方がいいよっていうパターンもあると思う。でジャンヌ、これはスキルがめっちゃ強いね。ランダムで活躍しそう。でハオ、これはちょっと使ってみないと分かんないな。まあダメージ無効貫通のスキルはめっちゃでかいけど、本当にこれは分かんない。はい、星6はこんな感じかな。で星5でもね優秀なキャラがいるんでちょっとだけ見ようか。まずオパチョ。オパチョがこれ進化するとリダチェンになるんだよ。スキルがサブの時にリーダーと入れ替わる、もう一度使うとサブに戻る。リダチェンのスキルってフェスゲンとか結構レア度高いモンスターしか今まで確かいなかったんだよね、この継承できるリダチェンって。なんだけどこれ星5金卵かな、なんで出るんで、まあ、もしリダチェンいないよっていう人は当たったら売らない方がいいと思う。で次この子、この子もねすごい優秀で、何が優秀かっていうと進化後が一旦の間お邪魔ドロップが少し落ちやすくなるのスキルになるんだよ。で最近アギダインとか使われてたじゃないですか、このお邪魔を打ち消せるんだよね、これ毒の振りやすいやつとか。なんでそういうモンスターってほとんどいないんだよ。なんでこれはもし当たったら絶対売らない方がいいと思う。で次この子、スキルがね結構優秀なんだよ。上から2段目横1列を光に、下から2段目横1列を木ドロップに。これ周回とかでこの
相手がねコンボ吸収してくるときとかすごいねこれでいい感じにコンボ吸収をね乗り越えられるんで、結構このスキルって今実装されてんの1体とかしかいないんじゃないかな、この上と下をこう2列ヒュッてやるやつ。なんでこれはね当たったら売らない方がいいと思う。で最後モンポ50万モンポのキャラが2体いるんだよ。でその2体見て終わろうかなと思います。タオジュン、タオジュン、ちょっとイントネーションが分かんないんだけど、これ性能的には正直買わなくてもいい気がする。でこれスキルが強くて全ドロップを2色に変化で、自分以外の味方スキルを2ターン貯まる。なんでこれすげえ複数ゲットして多分ループ的な感じにできるのかな。なんですごい本当にガチ勢がなんか使いそう。ループにしてなんかランダンとかで使う人がもしかしたらいるかもしれない。なんだけど一般的にはいらないんじゃないかなと思う、そのリーダー性能とか見ると。で私はループとしてちょっと魅力があるんで複数買うかもしれないけど、まあ一般的にはそんないらないんじゃないかな。まあ50万モンプ高いしね。でもう一体の50万モンプスキルが優秀だよね。一旦の間受けるダメージを激減、全ドロップをキー光闇回復ドロップに変化、リーダースキルが HP80% 以上、受けるダメージ半減、攻撃3倍、4コンボ以上上昇、最大5倍。すごいスキルが魅力的だよね、激減。なんでサブでワンチャンあるかなっていう気がする。濃姫とか銀千代の激減プラスこのジンってすげえ強いんだよ。なんでこの子もねすごい強いと思う。ただ濃姫とか銀千代持ってる人だとわざわざね、まあもちろん色は違うんだけど、そのこの子じゃなきゃいけないっていうところは正直ない気がすんだよね。まあ強いは本当に強いと思うんだけど、なんで余裕ある人だけでいいんじゃないかなって正直思う。はい、こんな感じかな。なんで私はこの朝倉陽の武器狙いでいくかな。これが私の一番の狙いです。バイバイ。